改めてよろしくお願いします大きな拍手をそれではご着席ください、えー、皆様お気づきのとおり新加入選手の皆様にはレイソルイエローを基調とした新しいトレーニングウェアを着用いただいております後ほど感想なども聞いてみたいと思いますまずはユン選手からお話を伺っていきたいと思いますがユン選手 マイクの方はございますかはい。強、え、く、ー、の方と含めて、えー、まずは自己紹介お声を聞かせていただけますでしょうか初めましてあ<っ>私は韓国大阪選手ユンソギョンですよろしくお願いします 기호미 나도어 이까가 대쇼가 콘 시즌에 캐를 기호 아직 일본어를 못해서 한국말로 하겠습니다 어, 이렇게 가슈와 레이솔에 오게 돼서 너무 기쁘게 생각하고요 앞으로 팬들을 더 기쁘게 할수 있도록 경기장에서 어, 최선을 다해서 어, 경기에 임하겠습니다. 일본어가 는 하나 쓰나이노데 한국어로 하나 쓰세게 임하겠습니다. えー、こうやって柏レイソルの1位になれて非常に嬉しく思っていますしファンの皆様の期待に応えられるように毎日最善を尽くして頑張りたいと思っておりますユン選手のストロングポイントを教えていただけますかああクロス バルンクロスがそうです、ね。僕は左利きなんですけどもあの左足での速いクロスっていうのが自分のストロングポイントだと思っておりますそして影響を受けた指導者ということで、まあ、あるインタビューで本ン保さんというお名前が挙がっております柏レイソルのお話というのはお聞きになりましたか 네, 어, 홍명보 감독님이, 어, 가슈샬레이 소리 어, 많은 업적을 남긴 것도 들었고, 네, 그런 홍명보 감독님처럼 음, 기쁨을 드리고자 저도 최선을 다하겠습니다. そうですね。あの本面保さんからはたくさんの話を聞きましたし、で本面保さんが柏レイソルでたくさんの功績を残してきたっていうのも話も聞いてますので、自分もそのように何か結果を残せるように頑張りたいと思っております。今26歳、今26歳で韓国代表でもあられますけれども、次のワールドカップ、えー、韓国代表なども 메다시드라셨잇맙가뭐 가슈하 레이소에서 좋은 활약을 펼친다면은 어 월드컵에 어 나갈 수 있으리라 생각하는데요. 근데 월드컵에 나가는 목표로 여기서 경기 뛰는 게 아니라 어 가슈하 레이솔에서 좋은 활약을 펼치면은 월드컵에 갈수 있다고 생각합니다. そうですね柏レイソルでプレーをして活躍することによって代表に選ばれるということはあると思うんですけどもただ、代表に選ば,れる選ばれるために柏レイソルで頑張るのではなくてレイソルのために自分が最善を尽くして全力を尽くしてで結果として代表に選ばれればいいと思っております今までの代表で得たものもぜひ柏レイソルで反映させていただきたいと思います期待しております。 ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、お隣小池選手マイクをお持ちいただきたいと思います。小池選手は山口から、はい、えー、まずは自己紹介、えー、お声を聞かせていただきますか。こんにちは。こんにちは。えっとレノファー山口から移籍してきました小池竜太です。よろしくお願いします。 小池選手は1年ごとに JFL、J3、J2 そして柏レイソル、J1 とこの1年ごとに何かトップチームに近づきそして柏レイソルにこう入団したこといかがでしょうすべ、まあ、てのカテゴリーを経験してきて、えー、今シーズンからこの黄色く美しいスタジアムでプレーできることを誇りに思いますし 僕はこのチームで、えー、歴史を作りにきました、えっと、<お>その一員になれるように頑張りたいと思います、はい、柏の印象はいかがでしょうかまだあまりいろんなところには行ってらっしゃらないと思いますがいかがでしょうかまず駅の近く歩けば 黄色い旗とかが立っているところが本当に愛されているクラブだなというふうふに思いますし、うん、そのクラブの一員になれて自分もこの街をもっと大きくできたらいいかなというふうに思ってます今までいた地域とまた柏の環境、まあ、気象も含めてですね気候も含めていかがでしょうか。 山口から来て一番びっくりしたことは、はい 1>, えっと、1キロ車で行くのに15分かかったりするのがすごい <laughs> びっくりしていて、えっと、すごい時間がかかるので、えー、早く出すぎると1時間前に着いちゃったりとか、えー、ちょっと大変なんですけど、えー、そこは慣れていきたいと思います、はい、小池選手のストロングポイント教えてください、えー、とにかく走ります。 カシャアレーソルの右サイドをスピードとスピードのある伊藤純也君と自分とでもっとパワフルな J1 屈指のサイドにしていきたいと思います素晴らしい連携とたくさんの得点を期待しております小池選手ありがとうございますありがとうございました

活躍はもちろん、えー、存じておりますが、ね、仙台から柏へ、シへカの印象柏レイソルの印象はいかがだったんでしょうかこの組にとってプロポースに思い出 あのまあ、非常に手ごわい相手だなと常々対戦,する頃から対戦していた頃から思ってましたし、まあ、レイソルに来るというこういったオファーをいただいた時はですね、まあ非常に嬉しく思いました柏の街、いろんなところまだ行かれてないですよね。 私はあまり街自体、それほど歩き回る時間が十分に取れていないということもあるんですけども、ねはい、ただ、まあ、街のところどころに見かける黄色い旗、ね、を見ていると、やはり地元に根付いたいいクラブだなと、改めて思いますハモン選手の好きなお料理、食べ物。 ブラジルですとやはりフェジョンとご飯っていう会場になっちゃうんですけども、うん、まあ日本で言うとやはりラーメンですかね。なるほど。柏にも美味しいお店体力をつけられるお店たくさんありますからね。ぜひ選手からお話を聞いてみてください。もう聞いてるかな？ の私のあの自宅のすぐそばにです、ねはい、美味しいラーメンがあるという情報を入手していますので、はいあの、今後そこにあの通い詰めることになるかもしれませんね <laughs>、まあ。運動してるからいいでしょうね、炭水化物ね、たっぷりと。えー 活躍を期待しておりますハモン・ロペス選手ありがとうございますありがとうございます